私は日本共産党を代表して環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備法に関する法律の一部を改正する法案、いわゆる TPP11 整備法案に反対の討論を行います。本法案の成立は TPP11 を批准する条件となります。嘘つかない、ぶれない、 TPP 断固反対と自民党もポスターに掲げたはずの TPP 協定、この TPP の関税撤廃、非関税障壁の緩和水準はそのまま TPP11 に受け継がれています。凍結事項は極めて限定的であり、食の安全、ISDS など2016年の国会審議で焦点となった問題点は何ら解決されていません。また国会決議で関税撤廃の交渉から除外することを求めた米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、砂糖の重要5品目のうち無傷のものは一つもなく、 TPP11 批准もまた明白な国会決議違反です。多国籍企業の利益のために我が国の経済主権や食料主権を侵害するという TPP の本質は何ら変わるものではなく、 TPP11 批准には断固反対です。以下法案審議で明らかとなった問題点にも触れて具体的に反対の理由を述べます。第一に、 TPP11 によって TPP 協定よりも深刻なダメージが日本の農業にもたらされる危険性があることです。 TPP11 ではアメリカが抜けた状態にもかかわらず、日本の乳製品等の低関税輸入枠も牛肉、豚肉等の輸入急増への対策であるセーフガード発動の基準も TPP で合意された輸入量のままになっています。かつて BSE が発生しアメリカからの牛肉輸入が禁止された際、その直後からオーストラリアからの牛肉輸入が急増しました。今回もアメリカ抜きの TPP11 協定の合意によってカナダ、ニュージーランドなどがすでに対日輸出の大幅増を見込んでいます。一方トランプ大統領は貿易赤字を重大視しており、 TPP 枠の外でアメリカもまた日本への輸出上を要求することは明らかです。内閣委員会と農水委員会との連合審査会で我が党の上智子議員がカナダが農林水産物の大幅な対日輸出増を見込んでいることを示して正すと、茂木大臣はカナダの試算が正しいという根拠をお持ちでしたらぜひご質問くださいという傲岸不遜、失礼千万の答弁までしたのです。これを批判すると今度はアメリカの動向によってセーフガードの基準の見直しを要求する、自分は共同議長まで務めたが議長の立場を離れての発言を行ったのだから各国の理解を得ているという答弁を長々と繰り返しました。しかし茂木大臣が具体的にどういう発言をしたのか、その発言に対して各国がどういう意見を示したのか確認できる文書の提出を求めると、議事録は作成していないという、日本側の記録があるでしょうと何度正してもメモの損否すら明らかにしませんでした。そもそも TPP11 は秘密会議ではありません。閣僚級会議で共同議長も務めた茂木大臣が議事録作成を主張しなかったことは重大であり、大臣が私が発言したから大丈夫とどんなに強弁してもそれでは何の担保にもなりません。 TPP の枠組みの維持を最優先させ TPP11 合意を急ぐために他国の見直し要求、凍結要求を抑え込み、当然交渉すべきセーフガードを発動基準さえそのままにしたことはあまりにも無責任だと言わなければなりません。このように TPP の枠組みにしがみついたまま日米交渉を進めればどうなるか。日本政府はミニマムアクセスの外枠でアメリカから5万トンの米輸入を TPP 協定で合意しました。農水省はアメリカが TPP を批准しない限りアメリカ枠の輸入を認めることはない。また TPP の牛肉豚肉の低関税もアメリカには適用しないと説明しました。ところが委員会質疑ではこれらをアメリカとの二国間協議の交渉事項とすることを拒否するのかと
という私の問いに、茂木大臣は、何を協議事項とするかは協議中である。予断を与えることは言えないと答弁したのです。また、TPP の日米サイドレターでは、対日投資を行うにあたり、外国投資家や利害関係者から意見提言を求め、それを規制改革会議に付託するとの約束がありますが、規制改革推進会議では、次々とアメリカ資本の多国籍企業や、米国医薬品業界の代表が参加し、発言を行っています。発効もしていない TPP にしがみついて、日米二国間協議に突入すれば、TPP 合意は最低ラインとなり、さらに対日要求に応えることになりかねません。反対の理由の第2に、法案による国内農業支援策が長年にわたる厳しい価格競争の押し付けを前提としていることです。農水省が示している TPP11 の影響評価は、あらゆる農林水産物の品目について影響ゼロ、生産量は減らないとしました。関税の引き下げでより低価格となる輸入品に引きずられて国際品の価格も下がる。そのため生産額は例えば牛肉で約200から399億円減少する。しかし価格競争に耐えられるように大規模化、機械化等でコスト削減を行うので国産品の消費が輸入品に置き換わることはない。だから生産量も自給率も減らないというのです。こんな説明で農家の方々が納得できるでしょうか。関税の引き下げは10年以上かけて徐々に進んでいくので、支援策がその間に行き渡ると言いますが、それは価格競争が10年以上にわたって強いられ続けるということではありませんか。示された支援策は意欲ある生産者との前提付きであり、その多くは新たな、そして大規模な設備投資が条件となっています。参考人質疑で、北海道の小麦農家である山川秀隆北海道農民連代表は、例えば畜産業では、億単位の負債を抱えることになると指摘し、大規模化一辺倒の支援策でよいのか、さまざまな形態の農業経営が生き残ってこそ、地域社会、地域経済の発展だと思うと意見陳述しました。畜産など24時間365日、牛や豚などの管理が必要な農家で、過重負担の軽減や休息を取るために機械化を行うということはあるでしょう。また、農地を広げて経営しようという方もおられるでしょう。それぞれの事情、それぞれの経営スタイル、それぞれの規模があってよいはずです。もともと価格の安い輸入品とのさらなる価格競争を国策によって農家に強いる、価格競争に耐え続ける農家は支援する、このような政策はおよそまともな農業支援とは言えません。参考人質疑では、そもそも国土も環境も国によって全く異なる農業は自由貿易の対象とすべきではないとの指摘もありました。豊かな農地を大切に受け継ぎ、品種改良や収穫率を上げる努力を繰り返し、四季折々の作物を豊かに収穫できる日本で、なぜ自給率が4割を切っているのか。自動車などの輸出を増やすために、輸入農作物を大量に受け入れ、過酷な価格競争に日本の農業を晒してきたからに他なりません。日本の農林水産業を第一次産業にふさわしく位置づけ、何よりも農家の方々が望んできた価格保障、所得保障を進めて、自給率を大幅に引き上げることこそ急務です。食料自給率が4割を切る国で、輸出を進めて稼ぐ農業を推進するなど、本末転倒ではありませんか。TPP11 交渉では、多くの国が凍結事項を主張しました。今月訪日したマレーシアのマハティール首相は、貧しい国と富める国との自由貿易とはどうあるべきか、正しい自由貿易とは何かと問題提起し、TPP11 の再協議に言及しました。これらは多国籍企業の利益追求から国内産業や自国民を守るために他なりません。各国の経済主権、食料主権を尊重しながら国際的な経済関係を築く新たなルールの構築に舵を切ることを求め、討論を終わります。
ただきます。